皆さんこんにちは。今日はこちらのカープライドと言います10.3インチのディスプレイオーディオのご紹介です。パッケージはこちらのパッケージになっているんですけれども、今非常に人気のあるディスプレイオーディオとなっております。ちなみにこちらがマニュアルになっていて、すべて英語で記載されているものにはなっているんですけれども、まあ、今までの少しこう安っぽいポーダブルと言いますと安っぽいイメージがあったんですが、こちらの方はもうそういったことが全くなくて、さらに後ほど紹介するんですが、非常にこちら売れてる理由がわかる一台となっておりましたので、まあ、そちらの特徴をご紹介していきたいと思います。で、まずは私の取り付けについて今回ご紹介をしていこうと思います。で、こちらのディスプレイオーディオは、まあ、10.3 インチということでかなり大きくなっていて、まあ、こういったオーディオが純正で搭載されているものとして、まあ、BMW とか、あとはトヨタの車でもこういった細長のワイドモニター表示されることが最近多いですけれども、まあ、それに近い質感というものを持っていて、あまりこう後付け感というものがないですし、安っぽさがないというのも、まずこれ一つ大きな特徴になっているのではないかと思います。で、横を見ていただきますと、私の取り付け例ということになるんですけれども、こちら。付属の吸盤の台座を使っています。で、さらにこちらにももう一つこういった台座があって、これは両面テープで貼り付けるタイプのものになるんですが、この2種類の台座が用意されています。よくありがちなのが、こういったポーダブル系のディスプレイオーディオもすごく取り付けるのが簡単だっていうメリットがあるわけなんですけど、こういったダッシュボードに吸盤で取り付けなければならない。まあ、それによって固定されてしまって位置決めするのが難しかったりとか、あとはこれを取り外すときにこのダッシュボード自体に跡が残ってしまったりとか、まあ、そういった懸念があったりすると思うんですけれども、まあ、私のチャンネルでもご紹介してるんですが、こういったダッシュボードマウントというものを使っています。まあ、それによってこれ自体に吸盤で取り付けてしまって、あとはその上に置くだけと。まあ、言った非常に画期的なものになるんですけれども、まあ、こちらの方はまた私の別動画でもご紹介しているので、ぜひご覧になっていただければと思うんですが、とにかくダッシュボードに吸盤の跡がつかなかったりとか、もう一つはこれは置くだけになりますので、自分の好きなところにこう置くことができるということで、でかつこういった場所をずらしたりとか、まあ、そういったこともできますので、非常に便利なものになっております。こういったものと併用するとすごくこちらのカープライドの 10.3 インチのディスプレイオーディオも非常に魅力的な時代になってくるんではないかと思います。で、さらにこちらもう一つ気になるところとしては、こちらの配線関係にあるかと思います。で、今回私はこちら配線4つ今つけていて、1つ目はこちらは電源の配線、これはもう皆さん絶対につけなければならないものです。で、こちらは USB なんですけど、これはオッドキャストのピカソ2プロというものを私今使っていて、こちらに接続しています。で、これは AUX で、既存のオーディオがありますんで、既存のオーディオに音声を出力するために使っているケーブルで、最後にこちらがバックカメラのケーブルということで、4つのケーブルを私は使っております。で、ポーダブルなんで、ケーブルが丸見えになっちゃうっていうこともあったりするとは思うんですけれども、まあ、これも取り付け方によっては、まあ、例えばこれだけ画面が大きいものになっておりますんで、ダッシュボードの後ろに、まあ、通すという選択もあるかなと思います。それによって、この配線自体も、まあ、見えにくく工夫して取り付けるということも可能になってくるんではないかとは思いますので、以前も紹介したんですけれども、まあ、こういった 2D のディスプレイオーディオをつけるのが、まあ、面倒だという方にとっては、やはりこちらのポーダブルのディスプレイオーディオが非常にお勧めできるんではないかと思います。なおかつ、こちら、かなり大きなスクリーンを導入できるというメリットもあったりすると思いますので、まあ、お勧めできる一台ではないかと思います。はい。で、次に私がこれ自身がすごく良かったよねと、使って良かったというところなんですけれども、そちらをご紹介をしていきたいと思います。で、まずそれが何なのかっていうことになるんですけれども、一つ目なんですが、一度エンジンを切ります。
スタートします。でちなみに今こちら見ていただくと分かると思うんですけども、携帯自体は今出していないといった状態になっています。でこのようにカープライドという表示が出てきまして、でこちらメイン画面でここを見ていただきたいんですけれども、はい、このように即座にカープレイにつながる。でかつ先ほどこの画面で閉じたんですけれども、閉じたところから表示してくれるということで、すごく使いやすくなっているというところがこのカープレイのいいところになっております。通常ですと中国系のディスプレイオーディオが昨今よく出てるんですけれども、なかなかこのカープレイにつながらないといったケースが非常に多いです。ですけれども、こちらはもう10発中10発 100% カープレイにつながると言ってもいいぐらいすぐにつながってくれるので、すごく使い勝手がいいです。で私はこういった Amazon Music をよく聞いたりするケースがあるんで、やはり一度止めたところからまた聞きたいと思ったりするわけです。まあ、例えばこうやって一回閉じます。でまたこう車に乗るわけなんですけれども、まあ、音楽をメインでやはり聴く方にとっては、また音楽探しっぱなしで再生し直すっていうのは結構面倒だったりすると思うんですけれど、これはそういったことが全然ないです。もう普通に特に携帯を取り出さなくても、そのままもう待っていれば自動で先ほどかけていた曲からスタートしてくれると。はい、こんな感じで先ほど閉じたところから繋がってくれる。もうこれが非常に便利だなということが、このカープライドのまずおすすめできる一つ目の特徴になっていると、まあ、いうことになります。で、次なんですけれども、次も、まあ、従来ある機能なんですが、こちらになります。はい。バックカメラがこちら搭載されておりまして、バックカメラ付きのになってるんですけれども、すごく見やすい。で、私こういったものが実は欲しくて、で、こういった古い車ですとバックカメラが付いてない車があったりすることが多いです。で、今の車はもうバックカメラ当たり前のように付いてるわけなんですけれども、バックカメラが付いてる車にから付いてない車に乗り換えるって結構運転するのが怖かったりするわけなんですけど、これはしっかりとバックカメラが付いていて、で、なおかつすごく見やすいです。で通常のドライブレコーダーとかですと、なかなかこうバックカメラなんですが、そのカメラの位置が微妙で見えにくかったりするんですけど、これもう全体的にしっかりと見えていて、すごく使いやすくて、かつこういった P からリバースレンジに対応できるバック連動式のタイプのものになっています。で、これも当たり前なんじゃないのって思われるかもしれないんですけども、意外とそうでもなくて、あるメーカーさんのディスプレイオーディオですと、リバース連動にはなってるんだけども、バックの画面を開いておかないとリバース入れてもモニターしてくれないっていうことがあったりするものもあったりするんですが、これはちゃんとどんな画面に開いていようとちゃんとバック連動でバック入れた時に後ろを点灯してくれる。でなおかつこれ夜とかですと LED で点灯してくれるので、夜でも明るい状態を表示してくれるというのが二つ目の大きな特徴になっております。まあ、こういったところなんかもすごく細かなところなんですが、しっかりとした配慮で作られているということになります。で、三つ目、先ほど夜でもというお話をしたんですが、このディスプレイオーディオなんですけれども、すごく配慮されているところがありまして、こちらになります。こうです。これ何かと言いますと、このディスプレイの輝度調整なんですけれど、実はこれオートの輝度調整付きになっています。ここを押していただくとオートになるんですけれども、いや、これも実はなかなか既存のディスプレイオーディオとか、まあオーディオとかもそうなんですけど、オートで付いているものってなかったんじゃないかなと思います。で、そこがすごく良くて、夜になるともちろん
暗くしたりとか、昼間だったら明るくしたりとか、この時間連動でついているものとかっていうのがあったりするんですけれども、やはり時間連動だけだとなかなか対応しきれなかったりとか、設定した画面よりもちょっとやっぱり明るいなと思ったところがあったりすると思うんですけど、これはもう人間の感覚にしっかりとハマっていて、もうオートでもう全然昼間も夜もそうなんですけれども、昼間だったらまあ、暗すぎない。夜だったら明るすぎないといった、まあそういった適度な設定になっていて、まあこういった画面も自動起動調整がついていて、すごく見やすくて、もう眩しいなっていうことを全然感じないです。ここで置いとくと、もう眩しかったら今度目がくらんじゃって、前が見えにくくなったりすることもあったりすると思うんですけど、そういったことも全然ない。もうすごく適度なこの起動調整をしてくれる自動起動調整というものが、すごくいいなと、使いやすいなと、まあいうことを、が、この三つ目の大きな特徴になっております。最後なんですけれども、次は何かと言いますと、こちらになります。こちら今、カープレイで使っているんですけれども、実はこれ自体を、ポッドキャスト、最近 AI ボックスとかが普及していて、それによってネットを見たりとか、AI ボックス上で地上波を見たりとかすることができるんですけれども、これ、しっかりと AI ボックスがちゃんと対応できるものになっています。そこをご紹介していきます。で、まずは、こちら、AI ボックスをつなげていきたいと思います。今、AI ボックスつなげました。はい。このように今、Android ということで、Podcast がつながっているのがお分かりいただけるんではないかと思うんですけれども、例えば、TikTok。まあ、こんな感じで、ネットを見たりとかできるようなツールなんですけれども、ディスプレイオーディオもメーカーによっては繋がるものと繋がらないものがあったりします。まあ、中国製の社外のモデルもそうですし、純正のディスプレイオーディオも繋がる繋がらないといったものもあったりすることなので、結構、相性があったりするんですが、このカープライドに関してはそれが全然なくて、ちゃんと Android も使えるようになっているということですし、かつ先ほどのこちらの画面に戻るということもできますので、まあ、こちらのカープライドに関しては、まあ、オッドキャストをつけてネットを楽しむということもできるということなので、もうオールマイティに使える、非常にお勧めできるカーガジェットになっているんではないかと思います。はい。ってことで、今回はこちらのカープライドから出ております、10.3 インチのディスプレイオーディオのご紹介でした。こちら、概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方は、詳細ご覧になってみてください。本チャンネルでは、まあ、こういった珍しいガジェット等のご紹介、おすすめできるガジェット等ご紹介をしておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録していただけますと幸いです。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。